分にはお越しと思います。演舞ももちろん披露していく、まあ、村井のような感じね、はい、で今年はホームページ上でいろんなところの盆踊りに行きますよと言って今活動しているところでございます。そうなんじゃ、有安さんじゃ、さあ改めて我々は名古屋をおもてなしの招待であるよ。境になり山越えのみなみな楽しんでおるか。有安さんじゃ、なんと今年は武将隊の盆踊りができたぞよ。早速ではここでみんなと踊ってまいりたいけど、武将隊盆踊りで言うんかの先生、うん、武将隊盆踊り踊ってもらえるか、踊らせていただいてよろしいでしょうか。よし、では、まあ、早速音、なんじゃ皆様説明してもよろしいですか、はい、さあでは、みなの衆、せっかくが集まっとるんじゃ、みなみなと一緒に掛け声をやりたいんじゃ。この武将隊盆踊り途中でな、両手を上げてえい、えい、おーと叫ぶ場所があるんじゃ。そこは必ずみなみな声を出してちょう。ええか、座っとる者たちもそこだけでいい、頑張って声出してこの名古屋中に勝ち時の声を響かせようではないか。分かったか。おー、ではの皆様、曲の振りよろしくお願いいたします。ちゃんと出せよ、もう見とるからな。よし、音楽いざ開始。Oh,
一度かけてよかろうかと心の信長様がボソッとこれじゃダメだと言っとったぞ。みなみな、もっと盛り上げてまいるぞ。準備はよいか。ではまいる、武将隊ボードに。もう見たのかな、お前。いざ開始。
南部省大盆踊りじゃ。これを皮切りに全国津々浦々これを踊っていくつもりだ。皆も覚えて広めの町よ。ありがとうさんじゃ。ありがとうございました。どうもありがとうございました。名古屋大田市武将会の皆さんでございました。踊りすぎてちょっと暑いよという方は、オリジナルの方の境目で気持ちで方々のうちわもあるんですが、なんとおもてなし武将隊信長公がデザインしたといううちわもなんと300